はい、いつもありがとうございます、パーソナルブレイクでこちらですね。はい、カタログにも、はい、なってる、トプスのファイネストですね、こちらワンケース購入ですね。お客様、ハンドルネームは、エンジェルさん、はい、よろしくお願いします。はい、で、このワンケースから2つだけパーソナルブレイクをして、残り6パックとそのカードを入れてまた封をして発送ですね。それで OK ですよね。はい、じゃあ、こちらから2つ取り出して、開封いたします。よいしょ。はい、じゃあこれとこれ2つ取り出します。で、ですね、このカード、まあ今開けますね。で、またこちらに戻して、封をして発送いたします。で、今日ね、土曜日ですけど、明日発送、日曜日で月曜日着でお送りいたします。はい、じゃあこちら、じゃあ1箱開けます。おかげさまで、店頭のね、すごい勢いで売れていきました。あ、捨てちゃダメなのね。他の商品もほとんどもう在庫が年末前ぐらいに来てたお客さんね、年明けしてね、来て、あれ、なんかいつも在庫に圧倒されるんですけど、なんかすっからかんみたいになってきちゃった今日慌てて、はい、まあでもないなほとんど明日、月曜日か、はい、月曜日再入荷するものがほとんどなってますね。はい、じゃあいきます。これもなくなる寸前だったんですよ。はい、来るな。で、ひっくり返ってます。これサインだったっけ。ひっくり返ってる。よいしょ。ウェズリーさん、あ、オートだ。はい、チームはどこなんですか、これ。はい、ウェズリーさん、通常ノートですね。はい、あ、これね、ヘルミーノさん、若いんですよね、まだね。で、パープル250、ポルトの選手、ルカ・クースね、ファルカオ。結構この商品もサインのメンバーがいいですからね。ね、こうやってシリアルも出やすいですね。250が出て150ですね。同じミニボックスです。ワンボックスじゃなくてミニボックス。ロペスね。お、金色かな。デパイちゃんの後ろ。ノイヤーですね。47-50。そっか。パープルと青と50が出ました。まあ、金がノイヤーだったんでよかったですね。で、ミニボックスにサインは1枚ずつですんで、こちら側も、あ、切ってますね。出ます。で、サインは2枚ですね。まあ、グリーズマンとかも現物で入ってますし、まあ、クリロノもいて、メッシもいて、商品的には悪くないかなと思います。まあ、この商品一応ヒットレスは1回もないですね、うちの場合は。そういう報告がないですね。まあでも機械でね、作ってますからね、そういうのがあるんでしょうね。はい、ひっくり返ってます。大丈夫でしょうか。よいしょ。フェルナンジーニョ、マンチェスターシティですね。なんか聞いたときはある。青ですね。82-150。フェルナンジーニョ。いいんですよね。はい。メズリーさんとフェルナンジーニョ。で、オレンジかな。オレンジ25?金か。どっちだ?コレア。
25シリですね、12-25、アトレティコなんだ。フォワードまだいます？発売時から半年以上は経ってますもんね。メッシですね、アグエロとメッシ、パープル、オーリアさん、82-250、ディバラ、はい、お、青、シャキリ、150シリのシャキリはい、200個目、この商品はレデンプションあったかな。はい、あ、いたか、2人ぐらいいた。そんなにいっぱいはいないと思うんですけどね。まあ期限はまだ大丈夫ですよ、全然。はい、そっか、オレンジ以下のオートを引くとクリロナとかもいたって感じでしたっけ。50からいたっけ、いなかったよね。25だったかな。あ、レベル引いちゃった。すいません。誰だろう。せーの。あ、いいか。あ、パラレルだ。何色かわかんない。じゃあ行きます。せーの。ほい。ベンゼマだ。エクステンデッドセットベースカードオートグラフパラレル。あ、そっか。まあ、ベースカードのオートグラフバージョンです。ベンゼマです。っていうとこですね。はい、そっか、ベンゼマ、他にいたかな、他にもなんかいたような気がします。グリーンメンディですね、ロリス、イスコでレウス、250、カンセロさんでディバラ、250、グリーズマンですね。サインはベンゼマ、通常ですね。ベンゼマは少なかったのかな、どうなのかな。一応ね、あのレデンプションの期限2021年ですんで、あの、はい、来年の1月31日まで一応大丈夫です。はい、2箱目の後半、メンディですね、デブリン、ジェズズさんなのかな、58-250、はい、でサインカードかな、ひっくり返ってます。せーの、よいしょ。ウィーゲルさんは若手でしたっけ、ドルトの。あ、オレンジだ。3-25。はい。あんまり見ないかも。そんなに見ないね。はい、3-25。背番号は33のようです。はい。オレンジオート来ました。それとベンゼマか。この箱いいですね。アランさんと、シーベさん、150ですね、青。彼何年生まれなんだ。1995年生まれですね。まあまだサッカーだとあれなのかな、でも若いですよね。トゥースタートですね。まあスターターで2回チャンピオンズリーグ出たと。中盤なの。ミッドフィルダー、あ、なんだ、はい、
ヘンちゃん。お、クリルナインサードかっこいいですね。お、これはなんだ？インサート？金。ベイル。あ、ゴールドだ。7の50ですね。ゴールドリーフです。7の50。ね、やっぱりこう、総尻が結構出やすいですね。生産数がね。うん。だいたい250、150。で、150、250がもう1枚あるか、グリーンが来るか、金が来るか、オレンジが来るか、みたいな感じでしょうか。はい。じゃあ、ですね。これまた箱に戻して、明日発送月曜日着で手配いたします。はい。よろしくお願いします。ありがとうございました。